お疲れ様です、ナミさん。3月になりましたね。3月の運気、いよいよどういう風になっていくでしょうか。やっぱ春になってね、運気はどん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 上がっていくことを期待したものですけども、まあ、運っていうのはね、やっぱり自分で培っていかなければ、なかなか世の中にある運が寄ってきてくれないってところもあるんでね。いい運で、いい運をこう迎えに行かないといけないかなってところですね。泣き面に鉢じゃいけないんで、やっぱりこう、気分が沈んでいたらね、悪いニュースが寄ってくる。そんな気がしますね。今日はね、でも占いの話とかね、運勢の話をするんじゃなくて、ちょっとね、私が経営していた麻雀店の話をちょっとしてみようかなと思います。麻雀店の経営も黒字が続けばね、やっぱり今でもやってると思いますし、それから自分がやっていなくても誰かがその経営を引き継ぎたいと思うはずなんですよ。でも、今なんで私がね、麻雀店を手放して、そして誰も引き継いでないのか。そこには売上が利益を出していなかったという現実があるんですよね。今回は冷静に当時考えていた、まあいろんなね、経営数値、こういったものにちょっとね思いを寄せてみようかと思います。ナミさんもね、商売をやってると思いますので、客数とか客単価ってものをやっぱり意識するというふうに思うんですよ。で、私は当時麻雀店をやっていた頃ね、まずはね、客単価をね、3000円で設定してやったんですよ。だからお客さん一人がお店に3000円は落としてくれなければもうちょっとやってらんないよねっていう数字がまずありました。で、客数ですよね、やっぱり一人が3000円落としてくれる。で、客数は何人一日に平均来るのっていう理想値なんですけども、まあ20人は来ないともうどうにもなんないよねっていうふうに考えてました。つまり客単価3000円に20人、これでね、だいたい6万なんですよ。6万だとギリギリランニングコストなんですよね。まあもちろんすぐに赤字に転落するような本当ギリギリなんで、世の中の物価が上がったとか仕入れ価格が上がった、電気代が高くなったとかね、ちょっとしたことでこれは崩れていきます。例えば人件費にバランスがね悪くなってきて、従業員の給料を上げようと思ってもこの客単価3000円とか客数20人ではもう上げようがないんですよね。で、あとは何かね、台風とか自然災害で1日2日お店の営業ができなくなりましたってことになると途端に赤になってしまう。ほんとギリギリの数値が客単価3000円、客数20人だったんですけども、実際はどうだったかっていうと、客単価は2500円、行くか行かないかっていうところでしたね。だから、まあ赤字状態ってことです。で、客数はまあ20人前後は来ていました。少ない時でね、7人っていうこともあったんですけども、すごく珍しいです、そういう時は。でもたまにありましたね。ものすごく寒い日とかね、それからなんかこうオリンピックが流行ってとかね、 J リーグが流行ってそっちの方にみんな行っちゃったみたいなね、だからそういう時はお客さんと一緒に J リーグを見ようよみたいな感じで店内にモニターでも据えておけばよかったのかもしれないですね。はい。まあ、それでね、客数の件はそんな感じなんですけども、まあ、多い時でね、40人ぐらい来てた時もあるんですけども、これもだからね、10人以下の時と同じぐらい珍しくって、それこそ、年末年始だとか、周りの店が閉めたとか、そういう時に限られてたかなと思います。で、客数と客単価とは別の指標で、営業時間と1時間あたりの売り上げっていうのがあるんですけども、まあ、営業時間は変わりません。うちのお店はね、12時間でした。だいたいお昼12時に開けて、深夜12時に閉まるという形ですね。でもよくね、閉店まで来てくれましたよ、皆さん。次の日、会社とかの出勤があるのにね。家帰って寝るのって2時ぐらいだったと思うんですよ、そうなると。で、そっから、5、6時間寝て、次の日の出勤に行くわけですから、本当にね、麻雀屋と家と会社の往復をしてくれたんだなと思います。本当に、閉店まで常連さんずっといてくれましたんで、そこは感謝したいなと思いますよね。で、12時間の営業時間の中で1時間あたりいくらの売り上げが理想値かっていうと、これ1万円なんですよ。ね、1万円だと1日に12万、お店に落ちることになりますよね。で、先ほどの数値はどうだったかっていうと、6万だったじゃないですか。客単価が3000円で、で、客数が20人。でも、理想値としては1時間に1万円平均でお店に落としてくれないと、会社の、まあ、維持っていうのはできないわけなんですよね。カツカツ営業が1日6万という客単価、客数の掛け算になりますし、でも理想的には12時間営業でやっていこうとしたら1時間に1万落ちてくんないとねってとこだったんですよ。でもね、1時間1万落ちて1日に12万売り上げ上がっても、それでもね、月間で400万の売り上げ上がんないんですよ。
月間400万が見込めなかったら、やっぱり早晩閉めたことになりますね。で、実際1時間あたりいくら売れてたかっていうと、やっぱりね、4000円弱だったんですよ。1時間あたりね。で、営業時間12時間変わりませんからね。で、通常の麻雀店ってのは、深夜24時を超えても、こっそりね、入り口を閉めて、カーテン閉めてやってるわけなんですよ。で、やってると何が起きるかっていうと、麻雀って結構深夜に来るんですよね。うん。だから、そこで本当の売り上げが立てられるんですよ。まあ、そうなると、1時間あたり1万円とかね、客単価3000ってのも達成したんではなかろうかと思いますけども、言うまでもなく違法行為なんで、やっぱできませんでしたね。うん、私の店以外はみんな違法行為をやっていたんですけども、でそれから深夜営業は建前上営業してないことになってますから、帳簿を残せませんからね、うん、だから脱税にもなるわけなんですよ、うん、でそもそもね、麻雀店経営していて納税してるところも少ないはずなんですよこんな言い方変ですけどもね。で私は、はい、まあ真面目にね、納税もしていましたしね、会社経営としての形をとっていたんですよ。まあでも当時はね、麻雀店ってのは、まあ一般的にはもっともっとグレーな存在で、かけてこそこそやっていてね、で、従業員の待遇もめちゃくちゃだし、で、店舗のね、オーナーが、ちょっとこう、レジのお金を持ってそのまま消えるってことが結構起きてたんですよ。だからね、戦後の闇市みたいな状態って言ったら変な言い方になりますけども、ほんだね、素性の知れない人が集まって、なんか、一山当てようか、みたいな軍団だったんでね、すごく危なっかしかったですね。まあ今ではそんなことはないのかなと思いますし、逆に今ね、適当なことやってらんないわけなんですよ。というのが、麻雀店ってのはどんどんね、規模を狭めてますから。これから特に少子高齢化で、若いお客さんが欲しいなと思っても、若い人がいないんでね。で、そもそも麻雀店に行って麻雀をするっていう文化はもう完全に消えちゃってるんですよ。今その麻雀界ではプロの M リーグってのがちょっと4年ぐらい前から始まって、そこではクリーンにやっていきましょうみたいなのがやっと始まったんですけども、まあ、そもそも麻雀ね、そんなにね、一生懸命やるもんではもうないですし、うん、で麻雀やってるとすごくね、人生が無駄になっちゃうんで、まあどっちかっていうと麻雀ね、ちょびっとやるけども、でもそこまでどっぷりやるっていう人はね、ほとんどいなくなっちゃったのかなと思います。健全になればなるほど、麻雀の面白さっていうのは損なわれていって、で、そこに少子化が追い打ちをかけていってね。じゃあ、50代とか60代とかね、それ以上の方がどんな麻雀するかっていうと、やっぱ昔ながらの麻雀が面白いから未だにやってるって現実がありますから、世代間の格差は埋まらないわけですよね。その中で、店舗が減る、麻雀店はお客さんが全然来ない。従業員もなんか高齢化で、いわゆるね、おじさんばっかり働いてる。で、それを打ち消そうと思ったら、なんかね、女流プロみたいな、よくわかんない女の人が来るみたいな感じで、なんかもう完全カオスですよね。うん、まあ私から見てもそうなんですけども、もうやっぱ終わってしまった世界でありね、M リーグとかって一生懸命やってますけども、なんか最後のね、炎の消える最後のろうそくの揺らめきなんだろうなと、最後ぐらい綺麗に輝かしくね、やってもらいたいなと、ずっと闇の存在でしたからね。私はだからいい時期に辞めれたかなと思います。だから逆に今でもね、麻雀店をやっている、まあそういったオーナーさんとかね、店長の顔が浮かびますけども、気の毒だなと思いますよね。40代とか50代になって下手に続いてしまうと方向転換図れないのと、麻雀店をね、やめて、その後、前職が麻雀ってことが何のプラスにも働きませんからね。うん、しかもその麻雀店で成功したならまだしも、まあ、できなくなっちゃった、行き詰まっちゃったっていう人がね、じゃあ麻雀のスキルをどんな仕事に活かせるかって言ったらほとんどないですからね。うん、暗い人生が続くんじゃないかなと思います。で、麻雀でギャンブルね、昔みたいに、勝ち上がって暮らすみたいなね、そんな裏プロみたいな世界も今はもう対戦相手がいないんで成り立ちませんからね。まあそんな世の中ですよ。数少なく麻雀で生き残ってきた人たちも、対戦相手は同じような境遇の人なんで、いわゆる食い合って終わると。で、最後はメンツが揃わなくなって、勝ち続けた人ももう対戦相手なしで終わるみたいな、そんな世界が見えてるのかなというところでございます。それじゃあ。